えー、それではまずはじめにですね、えー。頭の体操からいきたいと思います。何かいいなと思うかもしれませんけども、こちらポテトサラダうん、えー、これはですね。実は私のビジネスのお仲間で、えー、福島県はいわき市でね。回転寿司をやられている出村さんという方が考えたアイディアなんですけども、もまあ、回転寿司ですから。まあ、いろんなサイドメニューがあるわけですよね。で、その中で悩み事がありました。それが何かと言ったらポテトサラダ売れへんのですよね。うん、まあ卵使っているマヨネーズ使っている。だからまあ。 その日か、まあ、翌日ぐらいにはこう売り切れてほしいんですけどもこうメニュー表にねポーンと置いてるだけではお客さんの食手は動けへんとさあそこで出村さんどういうふうにしたかというとこのポテトサラダの前に、ね、このポテトサラダの前に枕言葉をつけて売り上げをドーンと上げることができた。さあ ここで皆さんがデムラさんの立場だったらどんな枕言葉をつけて売り上げ上げようとしますかという頭の体操です。ちょっと頭の中で、ね、2、3個こう思い描いてみてください。うん、いろんなねこう言葉が出てきたんじゃないかなと思うんですが、実はこれねこんな風にして売り上げ上げたんですね。お店の看板娘ミオちゃんが作ったポテトサラダ250円と。 ね、面白いですよねすごくユニークで、まあ、普通のポテトサラダから何か、ね、こう魅力的な豊かなものを、ね、なんか伝わったそういうふうになっていくと思うんですよね。 でまあ、おかげさまでねこんな感じでね企業さんの商品とかサービスとかそれをどういうふうに伝えればねこうより広く伝わるかってそういう伝え方コーチ最近ではね学校の先生とかあるいはそのプレゼンテーションの能力を上げたいとかそういった人たちにも指導させていただく機会が随分と増えまして、えー、今からですね8年前です2010年ね大阪は天満天神繁盛亭というところで落語家入門講座というのがありました、えー、そこでねプロのねあの話し家さんにお月謝を払ってで 稽古をつけていいいたただくという、まあ、そこに入門いたしまし,た、えー、しゃべるのスキルを伸ばしたいあるいはねこ,うここぞという時に笑いをドーンと取れるようなそんな人間になりたいと思いまして入門しまして半年が経ちましてちょうど終了式ですわ、えー、当時ね上方落語協会会長でいらっしゃいました桂三志現六代分子師匠でございますけどもその師匠からお名前を頂い,いて八賢屋賢一という名前でね、まあ、アマチュアですけども素人ですけどもボランティアで、えー、地元尼崎を中心に にマラクをさしてもらってるんですね。 でまあ、初めの2年ぐらいはね、えーまあ、身内とか知り合い相手に落語をすることが多かったんでまあこんな私のね下手くそな話でもみんなにこやかに聞いてくれてたんですが思い出しますね2012年2月25日ですよ今でも思い出しますね全く縁もゆかりもない、えー、ところからね、えー、あの落語の依頼を受けたんですよ私ね気合入ってましてねもう小躍りして喜んだよっしゃこれ何が何でもねこうもう笑わせたろやないか言うて当日の衣装が こんな感じでね。羽織もん付きでドーンと行ったわけですよ。ええー、で楽をやるね。場所をね。高い座と書いて講座と言うんですけどね。その口座にビャーっと行ってね。ばっと座ってね。よっしゃ笑わ,わしたろでで勢い,よいよと喋り始めたんです。うん。そうすると最初のうちはね。おじいちゃんおばあちゃんね。340人がいやー。兄ちゃんよう来てくれたなあ。いう感じで、これにこやかにこっちを見てくれてたんですけども。 これが3分たち5分たちになってきたらどうなってきたかというと、ええ、だんだんみんなそわ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 し始めた中にはねお時計を見るような人も出てきたりしてでこれね話のね半ばの10分ぐらいになってくると半分ぐらいの人が船を焦げ始めた、ね、話の終わりの18分になるとなんと私を読んだ主催者ですらみんな夢の中に入ってしまったという。 これはね私、屈辱的でしたね。はなしか殺すのに刃物はいらぬあくび3つで即死するってなこと言いますけどもね、私、即死どころやございませんよ、ほんなね、もう何回りんねてんせなあかんか言うぐらい、もうそれぐらいの屈辱的なことが起きた、その時思いましたね、どうやったらあの時おじいちゃん、おばあちゃん、起こすことができたんやろ、どうやったら笑わすことができたんやろ、いろいろ考えていろんな人に意見を聞いていろんな本読んだ。 ええ、その時に私学生時代演劇をやってたんで塚浩平さんというね劇作家の方が書かれた文章がちょっと頭の中にパーンと蘇ってきたんですその時塚さんこんなふうに言ってるんですねうん例えばね男と女の海での別れのシーンがあるとところがね男と女の別れを支えるようなそんな寒い海なんてあるわけがないとどこに行ったって、ね、日本海行ったってアース海行ったって南極行ったってあるわけがないと。でもこれが お芝居で演劇だったら、ね、役者がめっちゃ上手でこうポケットを手を突っ込みながら遠く見て寒い海ですね。ってこういうふうにつぶやけば、ね、波の音がな,なくても十分寒い海になる何曲以上の2人の悲しい海が出来上がるこれが観客の、ね、想像力を駆り立てて豊穣な世界につながるんだということをまあ書いてあったわけです。 なるほどそういういことかとか私がおじいちゃんおばあちゃんを起こすことができなかったのはお相手の想像力に働きかけることはできんかったからなるほどなとそういうふうに思ったんですがさあここで塚さんの言うイメージの豊昇さつまり相手を想像力を駆り立てるイメージの豊昇さは一体どこから来るんかということをちょっと考え始めたわけです。そんななに一番有名な俳句の まあ正岡ば季がね読んだ句の中でも一番有名な句だと言われてますけどもこれねいつも私よう聞くんですよ皆さんにね日本全国で聞くんですけどもさあこの正岡式の句ね一日24時間の中で何時ぐらいに読んだ句ですかと一日24時間何時ぐらいですかと聞きますそうすると80%から90%の人は夕方ですかというふうに答えるんですね。 うんまあ、中にはね、うんまあ、真夜中ですかとか、お三時ですかとか、まあまあ朝朝、明け方ですかというふうに言われる方もたまにはいらっしゃいます、たまにはいるけども、8割から9割の人は、5時か6時ぐらいの夕方ですかというふうに言われるんですよ、そういう時私、聞くんですね、あなるほど、夕方ですかああ、そしたらこれね、どこに夕方って書いてますかって聞くんです。書いてないんですよ 書いてないにもかかわらず今私は皆さんの頭の中にはこうね夕日が落ちていって法隆寺がシルエットで映っててそこにカラスが飛んでてゴーンとなってるようななんかそういうノスタルジックなイメージを頭の中に描いたんじゃないですか100%全然伝えていないのになぜそんな豊穣なイメージが湧いてくるのかそう。 私が考えた結論はこちらなんですね実は100%伝えるんじゃなくてこの20%の余白を残してあげることこれが実は豊かさを生み出す源泉やないかなとそんなふうに思い出したんですねじゃあ具体的にこれどういうふうなことになってるかちょっとお話をしたいと思いますが今からねお見せするのは「ストックイン」というね落語のネタの一節なんです主人公の若旦さんが街の中で偶然出会った女性それに一目ぼれしたんですね その時にこの女性を形容するいうのがこんなふうな言い方なんです。お年の頃なら17、八、8お供を4、5人連れた、それはそれは美しい、水も垂れるような綺麗なお方、世にはうつやかな人があるもんやなぁと見とれてたと、これはストックインと一説なんですけども、あるいは男性を説明するときにこんな感じですね。男さんは背のスラッと高い色の浅暗い、目のぱっちりしとした、苦味の端たい,い男でと、これは臨機の駒というネタの一説です。今 男女の容姿の話をしましまた例えば女性を形容するときにね北川景子さんみたいなシュッとして美人なんやであるいは八千代さんみたいな物事上品でなお別品さんやったんやでというふうに言われてもまあね北川景子さん八千代さんかさん知ってる人からすればはあなるほどそんな美人で別品ぴおったんかいやというふうになりますけどもこれ知らない人からするとえー、ど,ど,どんだけ美人で別品なんかようわからんわからん。 わからんと言って想像力はそこででストップしてしてまうわけですよねあ,あるいは男性を形容する時でもね「まるさんに似て物、えー、のごっつイケメンでかっこよくてハンサムやね」と言われてもそれ聞いた本人がまるさんのこと嫌いやったら「ええー、あんなに似てんの最悪」みたいなことになってしまうわけです。 だから物事をぼかして伝えるということが実は重要なスキルになってくるんですがこれは日常生活でも使えるわけなんですね例えば,こういう例えば雨が降ってるとしましょうねで天気予報を見てたえ明日は1時間に100ミリの雨が降るでしょうと言われてはあ、なるほどそんなすごい雨が降るんかとイメージできるのはこれ気象予報士ぐらいしかないわけですよね。我々かかららするとといいまちうん,分からんなと まあ、確かにこの100ミリという数字はで、えー、事実を伝えてる性格無比なのかもしれませんけどもでもそこにねだからこれをどういうふうに言い換えるかというと例えば、ね、滝のようにゴーゴーと雨が降り出したでとかあるいは斜軸を流すような雨がビャッと降ってきたとそんなふうに言われる方が我々のイマジネーション想像力を駆り立てるわけです。 で例えば心臓の音でもそうですよね心臓が今ドキドキしてんねんと言われるのと心臓今バクバクやねんって言われるのとどっちが緊張感ありますかそババクバクの方じゃないですか ねえあるいはお歌の世界でも同じことですうさぎおいしかの山こぶな釣りしかの川有名なふるさとの、ね、一つの部分ですけどもこれねかの山かの川ってねこうぼかしてくれてるから我々はこうノスタルジックなイメージをすることができるこれ例えばね具体的な山川入れたらどうなるかって、まあ、例えばうさぎおいしと、うん、山とかねこぶな釣りしざ崎川とか言われても。 なんかね、僕ら神戸とか京阪神の人間やからなんとなくああなるほどなと分かりますけどもこれよその人からするとど,どこの山川やねんっていう風になってしまうわけですよね、うん、だからやか,かの山かの川でぼかすことによって我々が幼い時に見た原風景山川がそこにフラッシュバックしてイメージが豊穣になっていくと。でね 今から1つね物事を100%伝えたとしても伝わらない例というのを今からお見せしますわどういったことかというとこういう文章があるとしますね時は2000年以上前、ね、ー標高8 4 3ルの山のふもと70歳の古希を越えたであろう夫婦がいました。 ある5月の13時頃えのどかな田園風景の中川の幅3 0 0ルの川岸でおばあさんが一人洗濯をしているとはるか川上5 8 0ルほど前のところからもう直径6 0ンチの大きな桃があー時速5キロメートル弱のスピードで流れてきたというのをたった一言で表すとどんぶらこになるわけです。 すすごいですよね今私あれね読み上げた250文字あるんですよその250文字がたったの5文字で表現できるんです皆さんよく考えてみてください今までの人生の中でねカーで洗濯しててひょっと見たら向こうからね桃が流れてきてそれをキャッチして家に持って帰った経験がある人いないんです世界中どこ探してもいないんですよでも我々はね経験したことがないのにこのどんばらくを聞いただけであれだけのことを無意識的意識的にかかわらずバッと思い描くんですよ だからね、まあ、桃太郎は世界的な名作って言われてるけども、海外からも評価が高いそして、ね、このドンブラコ日本語、ギタイ語なんですけども、海外の人からするとね、日本語すごいよ、半端ねえよってなるんですよ、えー、それだけ評価が高いんですじゃあ、そんだけ評価が高いんやったら私、ちょっとね、えー、調べてみましたこのドンブラコ、ね、Google 先生に聞いてみたんですよ一体、英語でどんなふうに訳されるんやとそうすると皆さん驚きの結果になりましたよ。 かつしてくださいこうなりましたそのまんまやないかと思うんですけどもね あですからね、大物パテ、日、ま、本、あ、語、擬態語、これね、実は5500種類あると言われています、すごい数ですよね、日本語の中で。だからね、私はこのね、日本語って本当素晴らしいなと思うんです、でもね、時々こういうこと言われたことないですか、ね、日本人ってね、自己主張下手くそやなとか、えー、日本人ってなかなか自己主張せえへんなって、そんな風に聞いたこと、一度や二度はあると思います。でもね 私から言わしたらね、これ自己主張せえへんにはない、もっと言うと自己主張できへんにはないんですよ。相手のね想像力をおもんばかるがゆえにね、相手の中にあるものを大切にしようと、そういった姿勢がそういうふうな空白を生み、そして世界にも類を見ないほどの膨大な擬音語、擬態語、オノマトペを作り出して、それらを利用して、我々の先祖というのは、いつの時代でも豊かな人間関係、豊かな地域社会、あるいは国や豊かな世界を 作り上げてきたんやないかなってそんなふうに思い始めたんですだからね相手の心をつかむためにはあるいは聞き手のハートを射止めるためには相手の中に豊かなものを植え付けてあげるその植え付ける土壌が実は20%の空白なんやないかなってそんなふうに思いますでもな俺しゃべり下手やしな そんんなにに思われれた方もも中にはいるかもしれませんあるいはね、今まで何かを伝えようとしてうまくいかなかった、それがトラウマになってこう尻込みしてしまう人とか後ずさりしてしまう人とか、ね、諦めてきた人とか中にはいらっしゃるかもしれないんですよ。でも、大丈夫です。どういったことか、今から2つ俳句を見ていただきます。こんな俳句ですね初雪やのの馬の本あるいは 帽帽子子ばかりなりなとどちらかというとこれもっちゃりした空なんですけども一体これ誰が呼んだんでしょうそう。 正岡式ね18歳から34歳のねこう17年間の間になんと短歌と俳句句句合わせて4万句4万句読んでるんででるすね残してるだけで4万ですからということはこう書いてこれ赤ん坊いってポイと捨ててしまったやつとか頭に浮かんだけどこんな赤ん坊いってシュッと捨ててしまったやつとかそんなん合わしたら4万句どころか何十万句多分考えたんやないかなそんな失敗いっぱいしてきた中であの「書き食えば」という超人的な俳句が生まれてきた。 出てきたんやなないかなって失敗したからそんなのが出てきたんやないかなって思うようになったんですね。なんでそんなこと言えるか。そうなんですねえ私も実はいっぱい失敗してるんですよ。もう恥をさらすようですけどもね。あっちこっちで失敗してます。失敗の山ですわ。でもその失敗することで実はね挑む価値っていうのが存在するんですね。どういったことか。一番最初に見ていただいたミオちゃんの例。 ねえ皆さんこれ一体ミオちゃんどんな人なんかなって多分頭の中で描いたと思うんです、ね、さあこれ美桜ちゃんに会いに行きましたねすし足に会いに行きました今日ミオちゃんいるのあごめんなさい今日お休みなんです今日はミオちゃんいるのああ今日もお休みなんですそう美桜ちゃんいつ行ってもこれねお休みなんで そうその通り実在しない人物架空の人物なんですよ。え何、ー、やこれ架空の人物に実在せんのか残念やなと思ったかもしれませんがでも私がこの話を一番最初にした時に皆さんの頭の中には一人一人の美オちゃん像が浮かび上がってその美オちゃんがいたからこそこのポテトサラダがより魅力的なより豊かなより豊穣な品物に変わったんじゃないですか。だから、ね、空白かららね空白 豊かさっていうのが生まれるんですからこれから先の人生少し少しだけでいいんで相手にとっての20%聞き手にとっての20%これを意識して伝えてみませんか間違いなく挑む価値は十分にありますありがとうございました